信長様、もう工房探し回ったのですぞ。かように何度も信行様からお命を狙われては恐ろしくなり、逃げ出したくなっても仕方ありません。しかし信長様はこうしてこの尾張に残っていてくださった。礼を言うのは私の方です。バカ、いつの日か織田家がその名を日の本中に知らしめるほど大きな大名になること、それが私の夢であり望みであります。だからその日までこの常置き、必ず信長様をお守りいたします。ありがとう、つねちゃん、ありがとね。その日までっつうか、これからずっと守ってね。